るかなってところなんだけど。あ、出ないよ。いや、あのね、あるよ。わからせ、わからせバトルって。アズラエルのあのカラーなー、めっちゃかっこいいんだよなー。あのスレイヤーのカラーすごい似合うんだよな、あのキャラ。これスレイヤーカラー？これスレイヤーカラー。あの緑色の、なんていうのかな、濃い色にあの赤のワンポイントが入ってる。で、茶髪です。まあでも今回のギルティカラーでダントツでいいなと思ったのはやっぱりないんだけど、ね。もうないよ、ブッチだね、あれ。あれはずるいよねー、うん。あのカラーはずるいよ。てかこれ誰だよっていうのも、まあ、あのクラリさんが来てなかった時にその話題になって、うん、まあシンとか、まあ、分かりやすいね、まあ、ラグナとかはすごい分かりやすいんだけど、うん、最初これ誰だよって言ったの、これ誰のカラーだよって言ったのがファウストなんだよ。うん、誰だっけ、ファウスト担当だったキャラ、さっきマックに聞いたんだよな。あ、ここの絵、そう、そうなの。マックすごいな、試合しながらあのここの絵のカラーがなんかすごいスレイヤーの色に見えたの最初。うん、で、何これ、科学者と医者つながり太いみたいな感じか、科学者だからなんのかな。で、なんか、うん、あの髪の毛の色も違うから、うまい、これはかけたか、かけるかけるかける。あ、で、おい誰だよこれっつって、で、マー君が答え合わせをして、いや、やるやんっつって、その、そアズラエルのデフォルトカラーに見えるの、ここの絵の色が。要は髪の毛が青で、うん、白い服を着て緑色のパンツなんだよ。はいはい。で、ファウストのどこが青なのって言ったら、うん、あいつデフォルトカラーシャツが青なのね。はいはい、はい、でもここでは身長足りないから髪の毛の部分、髪の毛の部分が青になって、あそれは分かんないかもね。なんかデフォルトのアズラエルのカラー何なんだこれっていう、うん、で、時点で迷ったのが、誠なのね。全体的に白で、青いワンポイントがあって、うん、茶髪のままだったと思うんだけど、なんでここに来て芯が被るのっていう、俺の中の考えだったんだけど、うん、なんで芯3人もいるのって、まだ芯はギリギリ分かるよ。芯が下位で、ナオトが芯、うん、あ、そう、芯が下位で、そう、ナオトが芯なのは分かる。うん、まあ、なんかその主人公、ゲームのその相対的なキャラだから、うん、まだ分かるっつって。で、誠なのっていう話をずっと考えて、最終的に出た結論が、いやこれ履かないと、いや、これさっきと同じパターンギリギリあるよ、これ。おお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 お。ただ、誠の方はですね、ギルティのエイプリル、メインシップの、ああ、はい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 。あれがですね、中の一つながりで、あ、そういうこと、はい。あ、じゃあ、エイプリルカラーなの、エイプリルカラーです。キャラクターじゃねえっつって。なるほどね、そういう遊びも入れてくるのね。だから、まあ、そんな、こんなのギルティカラー。うん、まあ、アズライドはまあ間違いなくステップなんだろうけど。うん、あとセリカのラムネザルカラーも俺結構好きだったな。あ、コギャルですか、うん、いい配色してるなと思った。お前のチームメイトだったジン使いの人がですね、あれは抜けるっつって、うん、あ、まあまあまあ、それはまあわかるな。あいつのシコリティ聞いてねえんだけどって話をしたんだけど、うん、ちょっとね、だからライチは少し残念なんですよ。ライチちょっと残念だったな、うん、ちょっとね、まあ今使ってるけど、プラチナのあのエルフェルトカラーも、あーっと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 、はい、足りちゃうかなこれは。いけないっすよね、うん、ここはね、しょうがないね。ってことで、あ、どうせ失敗するでしょみたいな感じで。いやー、劣走、劣走、劣走な、劣走な。俺はね、達也に言ったんだけどね、もっと劣走振れよって。やられてる方とやってる方の感覚の違いは、まあ、もちろんある、うん、俺、ナオトの 6A が今それだもん。あー、そうね、みんな見えない、みんな見えないって言うけど、振ってる方からするとあれこれ実は普通なんじゃねっていう感覚なのと、うん、弱点が多いからさ、あの 6A、うん、なんでちょっと考える。まあ肩ベルトがあるからね、エトラはちょっとロート薄いよな。まあ無敵になる時間は全然違うんだろうけど、
あーあーまあね、そう、あ俺最近ゼルさんにすげえ適性読まれててさ、フレキで飛ぶところファジーでこれだけ掴まれるんだよね。超痛いんだ。ライチだと2ループ入っちゃうから A 拾いですげえ痛いんだよ、ね、すげえ痛いなこれだからアウト。もう俺それもうだいぶ前からゼルにやられてるからさ、ナオトになってから動きがちょっと変わってちょっと楽になったかなと思いきや、ナオトが手がゲロきつくてさなんなのこれっていうぐらいきつくて、いやまずあの勝利弱すぎるでしょちょっとだってなんでさ 6A 最大見てからさあーやった、いやこれもう D 勝利確定っすわとか思って D 勝利当てんじゃん、相打ちすんじゃん、なぜかカウンターすんのこっちじゃん、拾われんだぜあれ、本日6月2日、4期の1回目となります。さあ本日三つの萌え戦となりました第1試合ですね。さあ本日初めて総合ヒットになった、クラリ大地と、総合ヒットになってなって落ちてきましたね、プラスニューの試合となります。さあ開幕ファーストタッチ、取ってるのはニューガワ、ニオキからルミナス2人重ねて裏回りしっかりガード、その後のゲロは当たってしまうが状況は好転せず中段刺さってる。さあもどかしいこの中間距離の駆け引き、手打通して中段からここはフォロー付き、もう一発の中段は押し置き、つばめ返しからライトのターンに転がる、後ろ下がってさあ裏回りしっかりガードしますね。ああ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 カウンターここはバスト。さあ 2B でここは入れっぱ刈り取って1本乗ったのに、ああ連チャン、連チャンミスかな、留意連チャンだと思うんだよな。さあ強気に飛んだニューガワ、さあここの前からのシックルは暴れ潰しかねてはいたと思うんですね。2位見てました。さあ開幕から大きくダメージ背負ってここはオーバードライブ、エクシードまでそのまま打っていく、走り込んでここは止めず、そうなんですよね、あれに対して走ってどうこうしないといけないキャラは結構きついですね。さあ全てが噛み合わず、ここは体力マックスの状態から中段刺さって、ここは落とさなきゃ死ぬでしょうということで、イノシジより。まああそこ走る実はもう正解だからな、しょうがないんだよね。さあ水の上さんの最終戦ですね。現在1勝してるのはイノセ、そして1敗してるのはサディーザナミになりますが、この試合でイノセが勝つとそのまま順位決着となりますが、サディサカでは一周になります。さあイザナミ戦ですが、ニューガーが分かってるか、これ結構その触りでしかイザナミやってないですけど、イザナミには多分イザナミ結構きついと思うんですけどね。でも分かんない、でもイノセはイザナミ超吐きそうだとか言ってたんですけど。さあ状況戻ってみると、残り4割切ったイザナミに対してニューガー画面端固め中、ルミナス 2D でここは下通す、ラピキャンからダメージ取ってまだ死なないが、この距離っすよねマジで。とりあえず縦張って走る。さあここは引っかけ拾い直して、縦が継続する、荒木から中段立ってる。さあ手が行ったところは西井大君、ここはバースト使っていく。なんだ 6B か、ちょっと見なかった、しっかり 2D で迎撃していく、1本取ったらニュー。2B 体育しっかりガードして、その後の下段刺さるものの本命は食らない、中段に対してはバックスで伸び出す、設置してリリーから裏回り、ここは B 当たる。画面端押し込んでとりあえず逃げる。さあ中央の5も 3C から張り直して、あー中段空中カウンター、ここはワースト使ってキャフィル、タイルがほぼゴムの状況からゲランガード、ここは方向だと思われるものが D で潰される。中間蹴りめぐりガード、一旦捕まえて、ここは
カウンターサルト飛ばす。さあ、B ホコ D で狩られて、遠距離戦勝ち取られると、かなりきつくなってくる。カウンターサルトから、発射して、縦装備して、このダッシュで逃げられるのが結構きつそうなんですけど、立ち当たるか、カス当たり、ここはまだ大丈夫。縦張って、なあ、届かない。しかし、一旦距離離して、ジャンビーから、しゃがみくらい、ここは CT 使ってコンボ伸ばして画面端まで。天外で締めて時間稼いで置き攻めは止まれてしまうが、ジャンシーで追っ払った。最後の2発当たって D で拾って、まだ死なない。さあどうする、中段当たってました。ここまで間に合いません。その後の中段クイズということで、本日のランバトルですね、優勝は猪瀬龍になりました。おめでとうございます。